皆さんこんばんは。こんばんは。稲村です。続いて奈良県の皆さんこんばんは。おととい9日文科省前で奈良学園のクソガキども、福島に来るな、福島に来るんだったら勝手に来て被爆しろと、そう言ったよとツイッターに奈良学園ではどう抜き奈良県のクソガキどもと書いたら相当の反発が来てしまいました。上等じゃねえか。先日私も何度か言っておりますが、東京 MX テレビ、あくまでも東京ローカルですね、1分程度のニュースで福島県の観光局と会津の観光局の人が都立高校の先生を集会場に集め、今の福島は高校生にとって非常に学ぶべき価値があるから、我々がプログラムを作ったから福島に来てくださいという説明をしたと。それに対し私はまるで福島県って動物園みたいだなと揶揄して書きましたところ、抗議してきたのはたった4人です。今の福島の子どもたち、同じ9日の先日日本テレビニュースゼロをバカにしましたが、同じ9日たまたま二本松にいる避難している浪江の子どもたち、血液検査をしたと、明らかにパリンドローム増幅、つまり遺伝子が切断され異常につながってしまうという現象が見られたという報道をしておりました。そういう状況において子どもたちを雇用させてくれと言っているのに、福島は大丈夫だ、内部被曝はない、冗談じゃないよ、お母さんたちが苦労して極力内部被曝をさせないように努力した結果なのに、福島のものを食べても大丈夫だと言っている奈良学園の工藤先生が子どもたちを連れていくことが奈良県の子どもたちと認められた人権なんですか？違いますよね。奈良学園ではなく奈良県の子どもたちの人権なんてどうでもいいと、福島の子どもたちの方が大事なんだ、そう書いて何がいけませんか。ツイッターで釈明を求めるバカども、俺はツイッターでは書かない、この動画を見ろ、ふざけんな。福島の子どもたちに人権がないのに、なぜ福島に行くっていう奈良の子どもたちの人権が認められるんだ。そんな金があるんだったら少なくとも浪江の子どもたち、二本松に住んでる浪江の子どもたち、その子どもたちでもいいから奈良県で雇用させてください。それが当然のあるべき仕事じゃありませんか。私のツイッターで釈明を待っている人たち、これが答えです。あえて書きませんからよろしくお願いします。ありがとうございました。